年を取りまして、体がですね、思うように動かないんです。それでね、散歩とかも私してるんですけど、散歩よりこうなんかちょっとダイエットしたいなとかいろいろ考えまして、何が手っ取り早いと思います？でね、私ね、考えました、いろいろラジオ体操やってみます。毎朝ラジオ体操、今本間ちゃんのね、オラホのラジオ体操っていうのをかけて毎朝ラジオ体操今やってますね。ラジオ体操やってる人いますか？誰か、まあ、いないと思いますね。でもラジオ体操ってね、これすごい合理的にできれるんだそうです。でね、ちなみにこう足を開いて斜め前へっていうのでね、肘を痛めたボーカルが菊池です。まあね、なかなかね、え、もう終わりか、話し長いよ。
曲やりやってほしいっていうのありますか。でもいいのか。なんだ冷たし。やるのすか。やるよ。ちょっとなんかグロリア。グロリア。グロリア。今日やめません。今日やる。じゃあパープルエイジをやりますか。最初から決めてるじゃん。じゃあそれでは紹介しましょう。黒声のパープルエイジ。
字悲しいメビウス消えてくる。やりますんでね、今日お話少ないですよ。今度はね、今年の目標は、時間を守ることと長生きっていうのに変更しましたね。じゃあお願いします。彼はですね、何でも弾くんです。ちょっとお客さん何弾いてって言ってみて。なんか言うの。パロさっきやったから。紫の炎って誰？これバーンだべや。今広大で言う人いねえと思う。ただ登場してんじゃん。どうかな。紫の炎ってだけわかるし、今。ホームがないやんだ。レコード会社の人に出るのがやめてけど、そういうのカットだよ、こういうとこはね、はい、嵐の使者。え、なんだっけ、ストーンブリーナー。俺ここで曲当てクイズやってるわけ。まあ、何でも弾くんですよね。何でも弾くんですけどもね、弾かせると止まらなくなるもんですから、今日はやめられない、弾かせません。ね、若妻くんです、どうぞよろしく。
昨日ね、大松間くんがね、俺初めてこの解明したのこのフレーズ分かったって言ってね、弾き始めたんです。だからね、ぜひみんなにね、紹介してもらったんだね。ちょっとそれだけ。やっぱりリッチは G が好きなんだな。マイクね、ずっと G なの。ずっと G がね、入ってるんです。知ってました。初めてコピーしたんですけど、F でも G が入ってる。MC の腕上げられないわ。やるなぁ。自然とね、身につきまして大変だっていうのがね、だんだんね、おならも出なくなってきたんですね。そしたら友達がね、ローズヒップティーご存知ですね。女の人の方は知ってますね。ローズヒップティーっていうのをね、飲むといいですよって言われてね、なんかね、期待でも答えでもね、バラの香りがするって言うんです。バラの香り飲みました。私ね、それでなくてもこう充満してるもので出るもんですからね、ものすごい臭いんですよ。さらにね、バラの香りが入ったんですよ。このようなものではございません。バラの香りなんかほんのちっぽけなもんでございますよ。ものすごい匂いなんですね。まあそんなこんなの菊池です。どうぞよろしくお願いします。あと2曲目なんだけども、2曲で終わりなんです。でもね、この頃ライブでいろんな急に言ったらどうかなっていうのをライブでやってるんですけど、うろ覚えの曲をやってみるコーナーっていうのがやってきたんですね。前回素人さんこんにちはっていうコーナーあったんですけども、あれは今度次回っていうことでね、今回はですね、うろ覚えの曲をやってみようっていうコーナーをやってみたいと思いますんですけど、いいですかね。そうですか。それじゃあですね、私は俺に任せろ。アメリカが生んだ、ね、ジミヘン以来のギターの革命児ですよ。バンヘイレン青年ですね。師匠ですかね、先輩ですかね。でもね、そのファーストアルバムから、お兄ちゃんのドラムギリギリだったんでね、ギリギリだったんですよね、ファーストアルバムがね。じゃあやってみましょうか。どうぞ。これはまずいと思いますよ。そうですか、そうですね。じゃあ次のバンドを紹介しましょうか。次はですね、アメリカの生んだ、もうね、もう誰も憧れるんですけども、絶対できないっていうですね、キスでございましょう、ね、去年ね、そういえばね、キス来ましたもんね。今やったらバンヘイレンも来たしね、今年はローリングストーンですよ。ああ、ミックジャムだ。じゃあキスでラビユーベイビー。ラビユーベイビー。そうか。焦点でやってます。そろそろね、これ時間まで遅いからね。でも最後ね、
こんばんは。今日始まったね。緊張しようよ、みんな。わしよ。あんまり近いからもう少し下がってくるね。このね、準備するもんだ。ピヨンちゃん、ピヨンちゃん。あの場所あんまり近い、もう少し離れ。Thank you.
前回聞いた人は今回ちょっとコーラス上手くなったでしょ。But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. でも気遣ってんの俺ももうめちゃくちゃだからちょっとね、メンバー紹介だけね、それぞれのドライブなんですけど初めて見る方もいらっしゃると思うんでメンバー紹介します。トラスミユキさんで、はいどうぞ。はい、じゃあ、拍手もやるの早めにね。あとの声援はお願いします。でもね、角の声援はやめてください。スペアになるタイプなんでね。ベース、相田和正さんです。どうぞ。トラスあ、佐竹さんだ。ダンボーってしか言わないんですけど、佐竹さんです。どうぞ。じゃあ、こっちの人ね。こっちの人。左利きの人。富山くんです。どうぞ。こっちの人、ハイビスカスの、ピンクの人。ワガトマくんです。どうぞ。それでは、せっかく読んでね、ワガトマくんが練習した曲で、レイジーを。って言ったじゃん。みんな期待してます。はい、お願いします。どうぞ。
ご苦労様でした。ロックバンドの場合ですね、みんな乗ってるかい、イエーって答えてください。あの外人のコンサートでもそうです。みんな乗ってるかい、イエー、盛り上がってるかい、イエー、どっから来たの、イエー。はい、どうもね。最後の曲になります。ご礼じゃあります。ドライブの皆さんです。やースーさんとドライブは、仙台石巻で活動しているロックバンドです。バンドの皆さんから一言いただきました。またこの季節がやってきました。皆さんに楽しんでいただければと思いますとのことです。楽しませろよ。それではスーさんとドライブです。大きな拍手をお願いします。どうぞ。Come on, man.
気持ちいい悲しいメビウス消えてくれね、今日終わりましたと来月18日にね、ライブハウスの方でエンさんの方でねライブをやります。それでテキーラサンライズのね、まあ、もう出ますし藤原さんも出ますので、ね、あいいでしょ。あのね、もしこのライブ見てあ見たいなと思う人、あのライブ終わったら言ってください。先着20名の方に T シャツを差し上げますから。すごいでしょ、太っ腹でしょ。あれそうでもねえのかな。その話はおいおいっていうことでね。あとね、今メンバー紹介したんですけども一人ね、ちょっとカメラのこう撮るのにね皆さんの前をうろちょろするかもしれません。去年からね紹介してます、妖精だと思ってください。ね、
まあ、ちっちゃいおちゃんでもいいですよ。なんか女子高生の間でね、うちにちっちゃいおんちゃん出るのをね、と幸せになれるってことはね。でもね、彼にね相談してもね答えは聞きませんからね、相談はしないでください。盛り上がる演奏ありがとうございました。皆さんもう一度スーさんとドライブの皆さんに大きな拍手をお送りください。